ひじてぃ、どうも、さくらです。というわけで、今日は、アマリリスボムサードツアー、ワッツボムの仙台公演なんで、今から仙台に向かいたいと思います。仙台寒いのかな？レッツゴー！はい！全然わかんねえけど、仙台着きましたー！ウィー！寒いわ。びっくりするぐらい寒い。ひじてぃ。どうも、さくらです。昨日は、仙台でライブだったんですけど、ちょっともう疲れちゃって、そのまま寝ちゃいました。今日は、宇都宮でライブなんで、ここはまあ、宇都宮に移動したいと思います。行ってきます。宇都宮、着きました。やっぱりあったかいわ。俺、宇都宮人生で初めてかもしれない、来たの。宇都宮の餃子！いい感じだね。イエー。こっちがフライ餃子。食べたことないし。うん、フライ餃子、いいね。いや、まあ、宇都宮来たから食べて帰んないと。うわあ、うまそう。食レポいただきまーす。うん。あるでしょ。食レポ的な。これはちょっと思うんですけど、冷凍食品のレベルの高さがわかりますね。ね。フライ餃子。食べる。食レポ。定食の味。はい、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。アマリリスボムでーす。イエーイ。今回、周りのみんなと一緒にコラボ CD でも作っちゃおうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、コラボ CD に参加する人を紹介したいと思います。アマリリスボムのサグワとゆうか、ジェニー、小柳、渡辺山男と AK、ベマ、イニガさん、竹脇翔。まあまあ、このメンツでコラボ CD はまあまあ同じね、レーベルだし、そう、ありえるよねって話ですよ。こっからスペシャルです。としみつくん、としみつくんが参加してくれるとは思わなかったですね。ラベさん、これめっちゃびっくりじゃない？渋谷ジャパン、ジャパン、これやばいでしょ。そしてソラチで、こっから特別枠です。四国の YouTuber のテラスバンスバンス、昨年未確認フェスで、審査員賞をもらった16歳ウーダッシュ、このメンツで、コラボ CD を作りたいと思います。イエーイ。今回どんな感じになるんですか？今回は 3MC 枠が5枠、 2MC 枠が4枠。おあと、ちょっと決まってないんですが、はい、シークレット枠が2曲。あー、シークレットトラックですね。全11曲入りのアルバムを作るわけですね。今回は、誰と誰が組むのかはくじで決めたいと思います。としみつくん、くじに入れるわけにはいかないじゃないですか。決めちゃいます、こっちで勝手に。東海オンエアのとしみつさんのご要望も聞きつつ、はい、東海オンエアのとしみつさんは、はい、うちの大将の、まあ、渡辺さんとやりたいと。やりたいと。じゃあまあ、それは決定でいきましょう。そうしようがない。ただ俺はシンガーだと、としみつさんが。おお、だから渡辺とジェニーをぶっ潰すと。おお、宝部、ジェニー、としみつでもう一曲やられるんだったら混ざってやってもいいぞと。おー、じゃあもうそれは決定できましょう。としみつくんは、親方と、そしてあと、ジェニー、ラベさんと。ということは俺らのわがままも聞けるってことですか？じゃあアマリリスプラスでソラチーとやっていいですか？いいですか？いいじゃないですか。じゃあ、あと、じゃあ、あと他はじゃあくじで決めていきたいと思います。いきましょう。はい、はい、こんな感じで名前が書いてあるくじを作って、これをランダムで引いていって、その組み合わせで作っていくという感じですね。シェイキシェイキ、シェイキ。まずは 3MC 枠から決めたいと思います。いきます。じゃあ1人目、じゃじゃん、ラベさん。じゃじゃん、渋ジャパン。ジャパン。あと誰だ？じゃじゃん、俺か。ゆうこ。次々いきましょう。1人目、じゃじゃん、ジェニー。じゃじゃん、意味がっち。イエーイ。じゃじゃん、小柳。というわけで2組目は、小柳、ジェニー、意味がっちです。はい、続いての 3MC 枠は、じゃじゃん、意味がっち。続き、じゃじゃん、テラスバンスバンス、四国の YouTuber か。そしてラスト、じゃじゃん、サグワ。マジか。3組目は意味がっち、テラスバンスバンス、俺。 3MC は終了ですね。というわけで、3MC 枠はラベさん、ジェニー、としみつくん、そしてアマリリスプラスソラチ、そして俺、テラスバンスバンス、意味がさん、そして意味がさん、ジェニー、小柳で、ラストは
ラペさん、ユーコンくん、シムジャパ、この、5組でやりたいと思います。それじゃあ次は 2MC 枠ですね。じゃじゃん、俺ユーコン。じゃじゃん、ウーダッシュ。未確認フェスの審査員賞をもらった16歳です。次、じゃじゃん、ベンマー。そしてじゃじゃん、たけやきこれ面白いですね。次、ラスト 2MC 枠ですか。ラスト、じゃん、小柳。じゃじゃん、俺これはもうふざけるしかないじゃないですか。というわけで 2MC 枠は、としみつくん、ベマ、たけやき、ベマ、そしてゆうこんくん、ウーダッシュ。こんな感じで、あと シークレットを2曲追加してアルバムを作りたいと思います。発売はいつ頃なんですか、これ。7月末ぐらいです。これからレコーディングが始まっていくんで、その様子もちょっとだけ動画でもね、配信できればいいなと思ってます。というわけで、発売をお楽しみに。はい、というわけで今新幹線で東京に帰ってます。宇都宮のライブ来てくれた人ありがとうございました。オムニバスを作るんで、よかったら、楽しみにしておいてください。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。新幹線なんで小声ですけど、オムニバス CD 楽しみにしておいてください。明日の動画見てね。